どうもカマです。今回はキングダムズ&キャッスルズ実況していきたいと思います。このゲーム結構ね、発売は昔といっても6年ぐらい前かね、2017年発売ということで、まあ結構時間が経ってるわけなんですけれども、 Steam で結構評価が高いゲームだったので、はい、ちょっと気になってやってみたいと思います。街づくりと、敵からの防衛するゲームのようですよ。いきましょう。新規ゲーム、スタンダードおすすめ、クリエイティブモード、まあスタンダードでいきましょう。脅威なし、敵が侵略してこない、まあそれはそれで平和でいいんだけども、ちょっと最初はやっぱりね、敵が来てくれた方が嬉しいかな。おお、簡単から急にハード、これはベリーハード的な感じかな。もう普通がないのね。ハードはごめん、ちょっと あれだ、簡単でいきましょうか。素敵な夏が長く続きます。冬は短く穏やか、侵略者とドラゴンは少なめです。ドラゴンなんているんですね。名前、王国の名前、ドラゴンズビーチ、ドラゴン、スキヤ。なんかわかんないけど急にスキヤが出てきた。牛丼食べたい。国旗を選択、スキヤっぽい、牛丼っぽいのないですね。あ、独自の国旗作れんじゃん。みんな大好き、スキヤンの牛丼ですよ。はい。スキヤンバナー、作りました。これにしましょう。はい。決定。ブブブー。ちょ、名前これさすがにね、そのまますぎるとあれだからね。スキヤンに変えましょう。王国もつけよう。スキヤン王国。もうみんなね、一日一回は牛丼を食べましょう。一回じゃ済まないね。三食だね。三食、おやつ全部牛丼です。肥沃な土地、木、石の近くに天守を築きましょう。だって。ここら辺良さそうだよね。城、天守、これを、ここら辺に。はい、作りました。スキヤン王国。静かな集落だって。おー、作ってる。おー、なるほどね。ちょっとレゴっぽさがあるな。できた。あー、人がいる、人が。ちっちゃいなー。レゴのあの一番小さいブロックじゃん。で、何をすればいいかというと、まあ家がないって言ってから、普通に考えると家を作ればいいのかな。チュートリアルとかなさげかな。とりあえず家作りましょう。町、道、小屋かな。小屋、あ、道から離れすぎています。だからちょっと待って、時間を止めたいな。で、先に道をじゃあ作れってことか。道、費用、木材1。今俺持ってる木材12あるって。家より先にあれか？伐採しなきゃいけないか。伐採マークもあるね。伐採、ここら辺も、バッサリ伐採。いいですか？行っちゃって。いいと思うよ。これで、ああ、はい、みんな向かっていくね。空いてる人たちは多分みんな伐採に向かうんだろうな。じゃあ、家をどこに建てるかなんだけど、このあたりに、どうしようかな。こっちの方に家作るか？こっち多分ね、石とか、ほら、鉄があるから、こっち、その工業地帯にした方がいいかなと思うんだよね。なんかいる。狼的なのがいる。ここ、不毛の地なんだ。肥沃。黄色は不毛の地だって。あ、いっぱい取ってる。いいよ。じゃあ、とりあえず、道をこんな感じで、15だって、足りる？足ります。はい。これは、自動で人を使わずに出来上がっていくんですかね。煙が立ってから出来上がるんだろうね。あ、帰ってきた。お帰り。君ら今何人いる？ 5 人いるのか。あ、でもやっぱり人がいなきゃダメなんだ。人が作ると。はいはい。じゃあ、ここに今度は家を建てましょう。村人5人までが住めます。家主が家のために食料と炭を取りに行きます。ふーん。ここら辺に。1軒、2軒はいけない。木が足りないな。もっと切ってほしい。おー、ちょっと待って。急に冬になっちゃったけど。大丈夫これ。みんな寒くない？寒いんじゃない？フィリス・マットン。住むところが欲しい。そうですよね。今作ってもらってますけれども、一軒じゃ足りないですよね。じゃあもう一軒、作りましょう。小屋。お隣に。お隣さん。あ、でも一軒で5人住めるって言ってたっけ？
2個いらなかったか。あ、すごい。HP があるね。小屋の耐久性。で、火災リスクが高いと。幸福度は低いのはなぜかというと、炭がないからだね。で、食料庫には食料がなんかよくわかんないのがある。じゃあ、その食料か産業。先に炭欲しいよね。採石場じゃあ違うんだけどな。炭、あ、これ炭製造所。これは製材所が必須だっつってるね。製材所は？あー、石が必要。なるほどね。じゃあ先に採石場だ。やっぱり順番があるね。ある程度ね。石ここにありますよね。これ石ですよね。うん。じゃあここに建てれば良いかな。はい。あと食料タブにもなんかある？農場。土壌の肥沃度に応じて食料を生産します。冬が終わるまで保管されなかった食料は失われます。へぇ、洪水の被害なんてあるの。これを、肥沃な土地。ここら辺かな？ここ肥沃だよ、確かね。ここに、とりあえず、木がある限り作る。あ、税率なんてあるね。今 0%。お金、お金ってどれ？あー、これか、お金。はいはいはい。あー、税収ね。なるほど。あげられる？これ。ん？この島で税金を徴収するには、まず国庫を建てなければなりません。なんだ、国庫。まだできないって。あ、今、食料をあれ、家に持ってったね。うんうん。ああ、なるほどね。ここの、店主に食料が、好きやん。あるんだね。なるほど。顧問官。うわ、誰？あ、助言聞けるんだ。都市。ご近所王様、まずはいくつかの道と家を建設して我々の王国を大きくしましょう。農業。こんにちは、王様。労働者を雇うに、養うには、まず農場が必要になります。軍事。王様、ご機嫌よう。アドバイス、アドバイス。アドバイスくれよ。まあまだね、軍事にはまだ早いと。うぬぼれるな、ということを多分言われている。王様、ここでの暮らしは快適です。我が王国の住民が2人増えました。ああ、なるほど。4の人々が、4人が訪れて、そのうち2人が定住したということかね。うん、確かに、7になりましたと。はい。採石場が完成しましたね。労働者は4人ですと。勝手にこれは割り当てられるんでしょうか。先にとりあえず農場を作ってる感じですかね。あ、今、作ったね、食料。うん、1人働いてるわ。なるほどね。あー、仕事の優先順位ってあるな。あー、はい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 。あ、採石場も割り当てられてますね。なるほど。城の仕事ってこれ何やるんですかね、これね。誰もいないけど。あ、もうベッドの数が埋まった。家を追加で建てていきたいなぁ。2軒ぐらい。で、その上で産業を次、製材、あ、備蓄庫もあるね。備蓄。先に製材かなぁ。あ、木の近くに作れと。じゃあ、ここら辺に作ってみようか。はい。あ、道からある程度やっぱり近くなきゃいけないんだ。あ、炭製造所いけるね。暖房、料理、火事に使う炭を作ります。あ、煙が出るから、家の近くに置くなって書いてある。へえ、そういうのもあるんだ。まあ、ちょっと端っこの方かな。ここら辺。サクサク進んで気持ちいいな。あ、果樹園も作れるって。へえ、これも食料生産。いいね、行こう行こう行こう。果樹園、あ、結構でかい。肥沃な土地じゃなきゃいけない。ここ。果樹園。はい。おね、雷今。なんかなんなかった？大丈夫？おい。火事とかあるのかな？落雷で火事。ありそうだよね。よいしょー。あ、いか、食料なくなった。やばい。え、畑これじゃ足りないってことか。今、果樹園作ってますから、もうちょっと待ってほしいな。だけど、果樹園だけでも足りない気がするな。ここにもう2つ、作りますか。畑。あ、いっぱい出た、いっぱいできた。よかったー。さあ、炭を作り始めたので、この家は幸せなんじゃないかな。あ、一個もないや。あれ？あ、ここあるね。この家あるわ。これほら、すごいとても幸せ。あ、一個なんか水がない。水がないのか、お前ら。水なくてよく生きてこれたな。町の、あー、井戸か。これだ。石があるから作れるようになったね。これをじゃあ、作りましょう
か。へえ、なるほどね。まあ家の裏がいいかな。ここに作ってください。果樹園がそして完成しましたね。まあ冬だから何もないですけども。あー、また食料だけだった。これあれかな、備蓄庫も一応作っといた方がいいのかもしれませんね。小型穀物倉庫。この中に入れとくと、冬が終わっても失われないと。あ、結構でかーくてらっしゃる。はい。わ、もう20人、あっという間だね。結構スピード感がある、このゲーム。どんどん発展していくな。食料全くないんだよな。やばくない？みんな餓死すんなよ。なんか、木の皮とか食ってろ。採石場は一回閉鎖するわ。その分他に割り当てを押しましょう。おー、すごいいっぱい出来上がった、食料。あー、やっぱり年一なんだな、これ。あ、いかん。冬が終わるまでにこれ、全部収穫しないとなくなっちゃうよ。ちょうどほら、穀物倉庫が出来上がったからそこに持ってけ。そう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 。いいよいいよいいよ。あー、いいじゃんいいじゃん。あー、これで安心。あー、よかった。あ、こっちの果樹園もなんか、出来上がろうとしている感じ？マックス22個出来上がるね、これね。いいよいいよ。食料難はなんとか乗り越えられそうな気がしてきた。じゃあ他のもなんか作っていこう。次、コテージ行こうか。村人12人までが住めます。2人の家主が食料と炭を家に届けます。これをですね、まあ、この辺りかな。作っておこうか。はい。あと、木の城壁。城壁とかあるんですよ。これも、あれでしょ？まあさっき言ったように、これ敵が攻めてきたりするからさ。それまでの間にこれを作っといた方がいいんだろうな。でも守るだけじゃなくてさ、このアーチャータワーとかね、こういう、なんだあれ、あ、お金が必要だ。給料、給料って、足元見るな。あとこのコックを作りたいですね。これがあると農民に課税ができる。税欲しい、税、税金が欲しい。石が足りないのか、なるほど。じゃあ、今止めていましたけど、採石場、復活。はい、採石場で、レゴブロックが。お、いいね。豆腐っぽいの、石材を。これ40個なったな。さあ、じゃあ、コッコ。多分、このコッコにお金を貯めるから、これに敵が群がってくんじゃないか、的な、気がするんですよ。だから、城の近くとかがいいのかなーなんて思ったりもするんですけどね。ここら辺に、作ろう。で、周りを、やっぱ、ちょっと城壁で囲っとこうか。お！やった！月庵王国は現在小さな村です。やったねー。集落から村になった。はい。なんか、嬉しいことあんのかな？特にないのか。特にないわ。ボーナスとか欲しいけどね。特にないわ。城壁を作りたいと思っております。敵どっから来るんだろう。なんか海賊とか来るんだっけ？だとしたら海側から来そうだな。城壁。わかんないけど、ちょっとここら辺に作っとく？こんな感じで。42！とりあえず作ろう。あ、ここいらない。ここ門にしよう、これ。取り壊す。確か門もあったよね。門もあるけれども、門だけで木材25だって。えらい使うな、木材。もうガンガン伐採して、マジで。コッコ完成！やったー！じゃあ、早速、税率を上げましょう。10%! どこまでいけんの ?3、5、60%まで上げる。ただ60%。これやると多分この幸福度が下がるんだろうな。70から33に向かってます、だって。嘘。あ、減っていくんだ。なぜかというと、税率が高いから。じゃあ、下げるか。30%にすると、あ、61に向かってます、だって。うんうん。いいんじゃない？ 30% ぐらいにしようよ。良心的だよ。30% で済むんだったらね、全然。あ、高度な街がアンロックされた。うわー、すごい。墓地管理人とか、銅像だって。あー、死人が出た時に埋めるのか。まだいいや。先にとりあえずちっちゃい町でいいから、あ、広場とかある。広場。これ作るか。いや、先にちょっと待って。コテージも一個作りたいんですよね。人がどんどん増えていくから。人は多ければ多いほどいいんじゃないの？勝手にそう思ってっけど。これ作ろう。
城の横に広場を建てようか。ああ。この真ん中の T は何 ?T。ぶら下がって遊ぶのかな?めっちゃ高いけど。はい。あ、待って。なんか燃えてない?燃えてる燃えてる。燃えちゃってますけど。木の城壁、建設現場。これどうすればいいのこれ。燃えてるね。井戸を建設してください。え、嘘。ここにある井戸じゃダメなのこれ。ああ、届いてない。ギリ届いてない。あんまり既存の井戸と被んない方がいいですよね。ここら辺。はい。と思ったら消えたわ。嘘。消えたわ。ああ、遠くても井戸から水持ってきてくれるのかな。まあいいや。とりあえず作るだけ作っとこう。まあ炭焼き小屋とかもあるからね。危ないからね。うん、水があるに越したことはない。はい、こっち側はとりあえず一角だけ完成しました。まあこっちスカスカだけどね。で、ここにですね、城の階段をつけると、この城壁の上に登ることができるんだって。そっから弓で、こう、撃ったりできるのかな?ここに。作ってみようか?いいですね。そういう仕組みが作れるの楽しいね。我々の王国を訪れた人たちがいましたが、定住に適しているとみなしてくれた人はいませんでした。農民たちの生活をより豊かにすることはできませんか?あ、いいんじゃない?ちょうどほら作った。あ、これはそうか。旗か。スキヤンの旗がある、この広場。これ確か幸福度が上がるんじゃなかったっけかな?そうだね。範囲内で3。範囲?どこの範囲?あー、ここの範囲。広いな。すごい広くない?これ。他にも酒場とかあるけどね。これも幸福度が上がるって。これも建てようか、じゃあ。じゃあ、ここに。はい。楽しい。面白いな。ちょっと久々にアドバイス聞いてみようかな。顧問官。軍事。何も言ってくんねえ。まだ敵が攻め込むフェーズじゃないかったりすんのかな。都市。石を保管する場所がない採石場があります。はあ、備蓄庫を増やす必要があります。なるほど。農業。収穫物の他に時間がかかりすぎました。ああ、台無しになっちゃったものがあるって。穀物倉庫への道を改善するといいでしょう。こと言ったって、近いぜ、結構。ここの果樹園からここでしょ?畑なんてすぐそばだもんね。もうこれはしょうがないわ。気合が足りない。これか、備蓄庫。資源の保管、より多くの資源保管。小型備蓄庫もありますね。小型でいいんじゃない?最初。まあ、ここでいい?ここに作るわ。あ!一人に狼に殺されたって。どこ?ここか!狼いるわ、確かに。あ!マジか、あ、ちょっとやばくない?ちょっとストップ!ここキャンセルだな。これやばいわ。そっち行かない方がいい。危険です。狼に殺されるなんてあるのか。狼をハンティングしたいね、こっちもね。やられるだけじゃなくて、やりてやりたいんだけど。そういうのはいなさそうだね。お前ら肉食わないのか。果物とか、農園の野菜とか、そればっかり。あ、豚飼いだって。豚を飼育して肉用に屠殺します。っていうか、パン工場なんてのもあったね。へえ。これ作ろうか。この範囲はこれなんだ?パン工場を食べることができる範囲かな?じゃあ、酒場の隣に置く。で、あとさ、果樹園用、果物用の生産倉庫ってのがあるんだね。俺知らんかった。だからさっき腐ったって言ってたのか。普通の穀物倉庫に入んないんだな。これも作るか。ここら辺に。すごい。どん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 建てていく。パン工場が完成しました。はいはい。いいよ。小麦と炭を使ってパンを5個作ると。おお。これで食料の量増えそうだね。あとは軍事面でアーチャータワー。これ作ろうか。攻撃範囲に入った敵を攻撃します。塔が高くなるにつれて攻撃範囲が広がるだって。給料年間6ゴールドかかりますが、まあ、わかんない。今、ちょっと待って、今どんぐらい入るんだっけ?税収12!そんな多くねえな。まあいいや、作っちゃえ。城壁の上に立たなきゃいけません。はい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 。点線は、高くした時のマックスの攻撃範囲かな?今はこの、青い範囲の中かなーって気がするね。まあ、城門から攻め込んでくるだろうから、多分ね。ここら辺かな?これ作ろうか。
はい。へえ、面白い。はい、ここの城壁が出来上がりましたね。この石のところ通れないんだとすれば、南側からの攻撃は防げそうな気がする。こっち側の海から来たらもうなすすべないんですけどね。結構城壁な木材使うんだよね。いや、いいですね。うん、ほんとサクサク進んで楽しいな。見た目もね、綺麗だよね。ちょっと可愛らしい感じで。はい。キングダムズ&キャッスルズ。とりあえず一回ここで切りましょうか。はい。まだ敵は全然攻め込んできてくれてないので、そこまではやりてえなと思うので、次回またやっていきたいと思います。皆さん、スキヤンをよろしくお願いいたします。牛丼スキヤン？ということで、よければチャンネル登録お願いします。またこの動画が面白かったら高評価ボタンを押してもらえると嬉しいです。ではまた次回の実況でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。